どうも、エル歌舞伎のエルベダです。はい、どうも、デロニアイシです。ということでね、はい、文春オンラインという、はい、あのトカナみたいなちょっと都市伝説のサイトがあるんですけど、はい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 、元雀荘店員が証言、うん、多い時は週3回、うん、黒川検事長が通っていた、うんうん、麻雀の回数ということで、なるほど、10年以上前から週3回通っていたんじゃないかという。あー、週3回で抑えれたら大したもんですよ。これはね、ちょうど我々が、うん、ゲストを招いて生配信やってるのとちょうど同じペースそうですね、週3回週3回ぐらいやられてるということで、なるほど、まあそれをね、うん、ちょっとつぶやいたんですよ、うん、週3回、まあ、ちょうど僕らが、はいね、生配信やってると同じペースだってつぶやいたところ、はい、なんとね、2008年のネトラボさんのニュースを送ってくださった方あるんですよ、私に。2008年、はい、うん、で長いね、ネトラボってそんな前からなんだね。そうで、和田アキ子さんがこの2008年時点なんですけど、はい、かなり最近麻雀やる回数が減ってて、うん、月1回って言ってるのが2008年の和田アキ子ということで、アコさんは月1回だったんだみたいな。60前後、うん、前か、まあ、6と、まあ、12年前ですよね。体力がね、うん、実は麻雀が弱かったと告白する和田アキ子さん。あら、その後が面白いですね、うん、朝青龍はジェロを見習えっていうの、何があったのこの時期っていうねこの時期何があったのかは、ジェロ演歌歌手、ジェロは演歌歌手ですね。演歌歌手ですよね、はいはい、ジェロさんも、ね、ベビーフェイスのボビーオロゴンっていう説もあるんですけど、おばあちゃんがなんか好きだったのかな、のかな、確か向こうで、でそれで日本で、でも確かにジェロ悪いイメージないからね、カップヌードルの CM で、うん、四季物語って、あったね、歌ってましたから、あったね、あったね、四季物語あった、ね、あった。日本はさ、やっぱ四季があるでしょ、春夏秋冬、うん、それはジェロがね、うん、そのわびさび歌うっていう、ね、ギャップを狙ったんでしょうけど、はい、まあジェロどうしてんだろうね。朝青龍はね、ツイッターの方でよくね、はい、生存確認はできますけども、世界一面白いツイッターで世界一面白い睡眠でしょ、まあね、うん、うんうん、ね、朝処理はジェロを見習えというのが2008年の和田アキ子さんということでございますけども、はい、あとね、前澤友作さんがね、はい、ツイッターで、はい、まあこれね、ちょっとニュースサイトにニュースが出て、はい、前澤さんが国税の、はい、申告漏れが5億円あったんじゃないかっていうリーク記事があって、はいはいはい、はい、これを前澤さんがもうブチ切れてるんですよ、結構で、はいはい、もういかに切れてるかっていうのよく分かるツイートがあって、うん、今回調査の対象となった過去5年間の納税額を参考までに開示しますと、はい、でちなみにこのニュースは、うん、申告漏れを指摘して、うん、すぐに修正申告をし、うん、払ってる、で、まあ、払い終わった後の追徴課税もない、ないなのにこういう報道が出たと。お、それはちょっとダメだね、で失礼です、前澤さんもちょ怒るでしょ、怒るわそれは、で怒る怒る、過去5年間の納税額を参考までに開示します、うん、ここでニュースサイトに出たら5億円です、うん、で2015年度の納税額54億円、2016年度68億円、2017年度34億円、うん、2018年度62億円、2019年度282億円、おおすごい、5年間でちょうど500億円納税してました。あ、そう、クラッカーの絵文字、5億円じゃ全然じゃないですか、ですぐに直して払ってるわけだからね。おで、これなぜか一発目のリプライが、うん、元 K1 石井館長、うん、正論ですって書いてますね、やっぱね、全員感謝をね、ね、正論です、正論ですって言ってね、うん、正道ですでもよかったですね、正道です正道、なんで宣伝してんの、正しい道まだいるのか、いるか。で、うん、さらにこれね、また別日ですね、うん、前澤さんが、うん、前澤さんって、うん、結構ね、イメージ的に、うん、なんつうの、割と最初の頃ヒール的なイメージなんでしょ、まあまあ、あれでしょ、なんだろうね、ツイッターのみんなね、うん、ね、うん、金持ちの猿がね、お金を、そうそう、ばらまいて、てますよね、で、僕もさ、実際さ、うん、何なんだこれ、この人とか思ってたけど、はいはいはい、なんかだんだんね、こう、寄付したり、あとなんで僕がお金をばらまくか、それはこれで夢が叶えられるかとか、うん、いろんなことを僕は見ていきたいんだみたいな、あ、はいはいはい、みたいな、まあそこで実験とか言っちゃうから、ちょっとね、まあまあ、たまに、まあまあよくないんだけどね、で、で前澤さんってかなりこう温厚でさ、ね、あ、まあそうだね、優しいんですけど、温厚な人だと思いますけど、久々怒ったってつぶやいてるんですよ、はい、でこれが、確かにね、うん、それはちょっとね、いやこれがね、うん、取材が来たと、とある新聞社から、はい、で取材依頼が来て、はい、で前澤さんはね、もともとのツイッターで、うん、私は逃げも隠れもしないって言ってるんですよ、うん、はい、で逃げも隠れもしないと言ったのに、うんうん、事実
関係を確認するために取材したところ、うん、一切返答はなかったと。で、うん、逃げも隠れもしてないのなら、うん、せめて一度ぐらい取材に答えるべきでしょうっていう記事がね、はい、とある新聞社で出たと。ほうほうほう。でそれを前澤さんはめちゃくちゃ怒ってて、おう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 、取材依頼書が届いたのは5月20日の19時と、うん、で同日の20時までに回答しろと言われた。うわ、ひでえ、ひでえ。でこれは無理だろ。でさらにそもそも論、うん、ネタは本来漏れるはずのない個人の秘密情報、これをだからリークだろ。でリークは罪に問われると、うん、まあ前澤さんはね、リークは罪なんですと、うん、で1時間以内に回答しろという強引な取材態度、うん、取材に答えるべき、いや正直常識疑うわと、うんうんうん、まあ、前澤さんの優しさっていうか、そこに絵文字をね、うん、顔文字ちょっと入れてこう、はいはい、ファニーにしてるんだけど、はいはい、あ、ね、だから、まあ、そのどれが事実かっていうのは一回置いといて、まあ、これ本当だとしたら、うん、こういうやり方もあるんだ。なるほどね、うん、あとあれだな、うん、もしかしたら税務署とも麻雀してる可能性あるな、その人は。いやいや、まあ、どうなんだろう、ね、その税務署とも麻雀しますよ、なんて検察だけじゃなくて、検察が麻雀しましょうよ、なんつってね、ね、えすごいな。そうですよ、だからまあこういうこと言ったら怒られますけどね、うん、だけどその税務署と新聞社が一緒にもし麻雀してて、うん、どうします、前澤さんもいたら俺ら踊らされてる踊らされてる、ね、あいつら楽しそうで、まあ賑やかなことする。絶対さ、うん、絶対取り調べしてないと出てこないさ情報ってあるじゃん、うんうん、あのさ、例えばちょっと前にもね、政治家の人でもさ、うん、なんかセフレが何人いるとかっていうさ、はい、情報が流れた時に、はいはい、 はい、 はい、いやこれ絶対取り調べしてるやつからしか出ない情報じゃんって、うん、あーなるほどね、他から出ないでしょこれっていうさ、うん、本人が言わない限りな、まあ、確かにでしょ、うん、だからさ、うん、まあまあまああるんだろうなとかいろいろ思うよね。いやあるんじゃない、なんか推論は立てれるからね。あれじゃない、なんか何ごちゃんで裏スレッド立てて立ててあのおとりで募って、いや、 いやそれが、うん、それがダメなんだよね。そういうのもそれもダメだよ、あるかもしれないし、面白いですねみたいなね。へえ、うん、ね、前澤さんちょっとそれは俺同情するな、うん、5億じゃダメだよね、500億ですかね、うん、あとね、会社かな、うん、そのまあその前澤さんもねチャリティーすごい活動されてますけど、はい、まあ、これねここで散々扱ってるけど全く反応のないニュースとしては、うん、まあ、マイク・タイソン復帰の話なんだけど、いやいやいや、もうこれ続報ですか。53歳でのチャリティーマッチ復帰を匂わせたマイク・タイソン、はい、ただ選んだリングはプロレスだったのかっていう記事、うん、はいはい、でなんかプロレス団体のリングに上がって、うん、なんか乱闘してるんだって最近。選手とかじゃなくて、うん、外から出てきてってことなの。そうだね、うん、乱入して乱入式みたいな、ガチンコファイトクラブでいう竹原慎二式ですけども、いやいや、あの人は違う、そうでもない、まあ、そうでもないか、あと止める略だから。あ、そうね、うん、で竹原さん、ここは任しといてください、そうそう、早すぎたリアリティーショーって言われてますけどでだから実はタイソンはボクシング、はいはい、まあいろんなオファーがあるのはもしかしたら本当なのかもしれないけど、ボクシングを断ってるみたいなニュースサイトとかね、うん、まあ、翻訳してくれてる格闘ライターの方とかいるんで、うんうん、実はプロレスリングなのかみたいな。おで改めてつぶやきました、うん、もう高田タイソンしかないって俺は、ね、はいはいはい、うん、やってほしいね、やってほしいよな、うん、でもルールどうすんだ高田タイソンだったら、な、蹴りあったら、蹴りはなしかな、高田の蹴りはほんと見てほしい、ね、みんなに。高田でもパンチのイメージはあんまないか。高田はパンチ苦手だ。ないよね。高田はそのめちゃくちゃ強いって証言がいろんなプロレスラーからめちゃめちゃ出てんのよ、うん、で格闘ファンからは評判が良くないわけよ、うん、あんま強くないみたいな、うんうん、でなんであんなに強い高田さんが真剣総合で活躍できなかったかっていうと、うん、パンチの時に目をつぶっちゃう癖があったんだって。でプロレスはパンチないじゃん、優しすぎないでもねこれが分け目らしいよ、うん、結構そのいやそうですよ、うん、そうだからすごい力も強くて実際運動神経めちゃくちゃあるけど、うん、パンチが顔面パンチ、そうだね、野球にしろ、うん、バスケットにしろサッカーにしろ、うん、目つぶってシュートとかできねえからな。そうね、球投げれねえからな、うん、ってなるとやっぱ、うん、ね、当てる場所とかなんで、確かに確かに相手動くしね、しかも、うんうん、そうね、勝慎太郎ぐらいだよね、うん、目つぶって強いのは。いや本当そうだ後ろとか回っても意味ないから意味ないのも、電気消しちゃって意味ないの。あれなんでビートたけしさんのザ・トイチは目が見えてたのにつぶってたんだろうね、あれ、うん、あれ か心を読むだから、ね、うん、うん、そうそう、目開いてこけちゃうのね。だから岸辺一徳が悪だって分かるわけですよ、うん、あ、それ居酒屋の親父が裏で糸引いてるとか分かってくるわけですよ、うん、あ、そうですか、そうですよ、心の目で見て本当の悪に元を立ったってことですよ、うん、勝新のね、うん、座頭一シリーズとか見てて、うん、あの時代に出てるめちゃめちゃ綺麗な女優さんがいて、なんだこの人はと思って、はい
でちょっとごめん名前失念しちゃったんだけど、ちょっと釣り目のすごい綺麗な人いるのよ、うん、もう早すぎた柴咲コウみたいな、はいはいはい、で、はいはい、その人が農民の役はやってないですよ、ね、やってないですよ、種苗法にはね言及しないですけどあのねその人最近 YouTube 始めてんだよ。でいくつぐらいの、いやもう結構いって、でも顔出してなくて、うん、でそれがちょっとまあアメトークで熟女ドラフト会議って企画をやったなって、でそこでも名前上がった、ちょっとねごめん名前忘れちゃったけどぐらいのすごい綺麗な人なんだけど、うん、でちなみにそのアメトークで熟女ドラフト会議ってやって、その熟女を自分、うん、熟女好き芸人が集まって私たちの1位2位とか決めてんだけど、これね、うん、若い女性でやったら、うん、すごい文句言う人もいるのかなって、まあまああるんじゃないですか、熟女がいいのか、だけど塾上でも言ってる人いるのか、やめなさいよお前、うん、相手されない人がすごい騒いでるわけじゃないんだから、いやだからなんかねやっぱなんかまああれだよな、つけられたけど弓かおるさんのイメージになっちゃうな、そうね、だから俺時代劇は好きで見てたから、水戸黄門ですよね、水戸黄門とかね、うん、綺麗だったりとかね、座頭市のめちゃくちゃ綺麗な人ね、確かにね昔のね邦画とか見てれば綺麗な人いるよ、いますてか今すごい綺麗な人いる、はっきり言うけどデヴィ夫人やばいよ若い時、あ、いやいや、綺麗ですよ、小柳ルミ子も綺麗ですからね、デビー、うん、もちろんめちゃくちゃ綺麗です、デビー夫人が自分で出してる自伝みたいなやつは、うん、あの表紙が今のデビー夫人、うん、めくると、うん、中の 本体の表紙、若い頃のデビー夫人っていう裏隠しコマンドがあるんですから、あら本当にまあまあまあ、わすごいなみたいな、あら面白いです、うん、ね、まあまあまあそんなところですかね、うん、といったところで、はい、また明日お聞きなさってください、お願いします。